大学受験教育系 YouTuber で名乗っている本、誰なんだこれはっていうので、ね、なってますんで、どんな本になってるんですか？何チャンネルぐらい載ってるんですか？120以上。いいじゃないですか、このね、仲悪い人同士がいっぱい載ってて、まあ、俺の先生がね、若い人が。で始まりました、もちろんチャンネル。さあ今回は久しぶりやってまいりました。はい、皆さんこんにちは、キャスト TV の小林です。はい、小林さん2回目の企業案件ということで。はい、そうです。企業案件じゃない、これ撮っていいって言われたからライブついでにね撮影させてもらってるんですけど、大学受験教育系 YouTuber でナブクという本をですね、はい、9月から発売なんですけど、もうすでに Amazon で予約をスタートして、はい、なんと守田先生もね Twitter で話題に上げてくださったんですけど、はい、そうですね、結構今いい感じで、はい、勉強法系ランキングでは Amazon の中で新着1位、お勉強法全体のカテゴリーの中でもまだ別に発売前ですよ、予約の段階なんですけど、一番上まで行ったのが4とかまで行きましたね。だってまだ本物になってない。あ、そうです。だからまだあの印刷所なんで、今これ撮影時点で。とにかくまず紙に落としたよみたいな。しかもこっからまだ修正してるぐらいのものなんで。あ、なるほど。はい、評判は。まあこれもうね、もはやもう誰なんだこれはっていうので、ね、なってますんで、これ。そうなんですよ。はい、これクイズですからね、はい。このね、左下の方は皆さん、さすがにね、このチャンネルを見てるんだったら、ね。ねパーカー着て、まったこの服着てればよかった。黒じゃないですか今日。ね、森田先生いらっしゃると。他にも有名な方ね、はい、やっていただいてます。どんな本になってるんですか。やっぱ教育系 YouTuber にね気になってる方多いと思うんで、まあまずとにかく今回はコンセプトが難しくて、はい、社会一般で教育系 YouTuber って言われると、例えばその中田敦彦さんとか、はいはい、いろんな方が入っちゃうんで、大学受験っていう冠をつけさせていただいて、まあ、要は大学受験に使えるチャンネルっていうのに絞りました。うん、なるほど。なので例えばハイチさんとか、横峯匠さんとか、森田先生とか、勘太郎さんとか、そういう大学受験に何かしらその皆さんが使えるような、うん、チャンネルにまあ厳選して、なるほど。ただあと講義をやってる方と、うん、僕みたいに勉強法をやってる方と違うので。はいはい、でそこをまず分けてですね、講義系のチャンネル、勉強のチャンネルでそれぞれ紹介をさせていただいています。なるほど。まあ、ちょっと一応別にあの見せちゃダメなもんではないので、はい、全然動画に映しちゃってもいいんですけど、例えば、まあ、ハイツさんだったら、はい、もう最初にねどんなチャンネルなのかっていうのと、こういう感じでなってるのと、ね、まあ、見開きで言うとこれとこれでこうなってるわけですね。はい、レーダーチャートがねこれそれぞれついてるんですよ。こういう風にですね、モーラド、パイオニア、学習環境、使いやすさ、動画の見やすさ、分かりやすさ、すごいですね。ハイチさんめちゃめちゃ素晴らしい評価だって、もうハイチさんがほぼ満点じゃなかったら誰が満点つくねんって話なんで、まあ、当然その登録者が多い方とか人気の方っていうのは、うん、まあ、点数高い傾向にありますね。うん、何チャンネルぐらい載ってるんですか？120以上。120。え、だからもう皆さん120多分上げられないと思うんですけど、はいはいはい、まあ、とにかくですよ、英語勉強法とか、うん、英語とかで1時間以上スクロールし続ける、うん、はいはいはい、でとにかくたくさんチャンネルを探すという訓練を、うんうんうん、訓練積んでですね。あ、森田先生ありがとう。ああ、僕もいらっしゃ、はい、いらっしゃるとか言って、尊敬語使っちゃうとこでした。森田先生、はい、一応講義系にさせていただいたんですけど、ありがとうございます。そうです、これね、ユーテラ始める前なんですよ。そうですよ。そうそう、この企画自体がユーテラの前でして、はい、ユーテラも間に合わないし、あとまあ一人の方のチャンネルをいくつまで入れるのかっていうので、はいはい、今回1個までさせていただいたんで、このメインチャンネルだったんですけど、はい、なのでちょっとまあレーダーチャートもね、なかなか、そうそうそう、まあ、コラボ企画が満点させていただきました。はいはい、すごいな、まあ、早稲田予備校のレーダーチャートみたいに変わるやつ。そうですね、まあただ基本的には一番最後の総合評価ってところが、はい、まあ5の方は特におすすめ。あ、森って言ったイングリッシュライティングまで選定していただいて。あ、そうですね、これはあったんで、すでにもうサイトが、はい、ただユーテラ間に合わなかった。そうですね、だから結構なそんな長くあったんですね。そうなんです、結構前からやってます。インタビューとかも森田先生とかこう登録者の多い方にはこう特集で組ませていただいて、ありがとうございます、はい、あと森田先生は巻末インタビューも、あ、そうなんですよ、2個あるんで、なんと、はい、インタビュー2つもいっぱ い, あの NG を言っていただいて、そうですね、いっぱいカット、たくさんあれってオンラインで喋りましたっけ？ズームです、ね、ズームでやって、はい、ねえ、言っちゃいけないこといっぱい喋ったっていう、はい、言っちゃいけないというか、まあ我々が普段喋ってる延長で言うので、はい、あの個別の塾名とかがたくさん出てきて、いや、さすがに本人は、ね、できないよねっていうのでカットがかかったという、そうですね、ものもございますけれども、はい、全然あの読んでいただく価値のある内容になっていると思います。はいはいはい、いいじゃないですか、このね、仲悪い人同士がいっぱい載ってて、仲悪い人同士いっぱい載ってますかね。面白いですね。おい、あ、トントン授業 の, あのチャンネル、数学優勝ですから、うちのチャンネルのね、うん、交渉オーディション。そう、あとだからそれで言うと、基本、出口さん、出口先生ももちろん載ってますし、あ、大会あるじゃないですか。あ、英語交渉オーディションね。あ、そう、英語交渉オーディションの出場者の方がたくさん載ってますよ。そうなんですね。あとはちょっとチャンネル名見せられないんですけど、森田先生が大好きなチャンネルとか。やばいでしょこれは。いや、これはもう見せない、絶対見せられないです。だけど、まあ、森田先生がね、大体いや、ゴミのチャンネルですよ、こんなの載せる。あの、某予備校のチャンネルじゃないですよ。某予備校ってただ予備でしょ。ただ予備じゃないですね。あ、パト先生いる。あ、パト先生、はい、もちろんもちろん。とか、あとはやっぱ、あ、これ、あ、斉藤先生載ってる。2つ出ますもんね、斉藤先生。トリセツの方は
もう一方もいらっしゃるんで、うんうん、まあそっちでってことで一応解説の坂田さんと、まあ、難しいせいだから、そうですね、これ選ぶのがね、何回か出られてるんで、アンケートにはちょっと答えていただけなかったですけど、はい、アンケートに答えていただけた方はおすすめ動画とか載せてるんですよ。ああ、じゃあ河野玄斗は答えてくれなかったんですか。そう、なんで登録者すごいですからね。一応編集部の方から依頼してるんで、まあ僕が断られたってわけじゃないんですけど、はい、まあお忙しい方も多いんでね、ただ一応その著作権を侵害しない形でかなり載せさせていただいてるので。誰っていうのがだいぶ増えてきましたね。結構いろいろ、もう全然知らない人もいる。まあ講義系はここまでですね。あ、アソパソマソじゃないですか。たくみさんのね、ロングインタビューとか、はい、岩仙さんとか。ああ、はいはいはい、岩仙英語講師オーディション優勝してる岩仙、ね、はい、アンケートもしっかり答えてくださって、うん、で勉強法チャンネル、おー、うん、世界の篠原、はい、篠原さんですね。あ、キャストダイス TV、 僕は書いてないですからね。あ、そうですね、他の人が書いてますからね。あ、オクラちゃん、はい、オクラさんとか、とある岡間が授業してみる。ああ、はいはいはい、ザビエル。そうなんですよ、非常に面白くて、ザビエルさん、編集部の方からザビエルさんにアンケートお願いしますって送ったんですよ。で、多分メインチャンネルはザビエルチャンネル、はいはいはい、あっちだと思ったんですけど、うん、自己紹介のところにどうも岡間よって出てきたんで、こっちだろうかなってことでこっちを掲載させていただいたという感じですね。オクラちゃんがね、すごい声が指原莉乃と同じだってことに気づいたんですよ。そうなんですか。編集してたら全く同じ声なんですね。あ、細井先生じゃないですか。はい、ケイト。ね、ゆき先生ね、コラボ依頼したけど、全く帰ってこない。はい、タックマンです。はい、タックマンさんとかね。はい、勉強法系結構馴染みある人多いんじゃないですか。あ、マナビズム。はい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 。塾エモン来たじゃないですか。はい、塾エモンね。YouTube 横松原さんとか。くるくらだ。この辺はやっぱね、揉めたな。うん、あ、灘の東大芸人、はいはい、僕のサークル先輩っすね。赤門の澤井さんね、うん、私もお待ちしておりますね。いろんなチャンネル出てるからね。あ、鈴湯、鈴湯チャンネル、鈴湯さん、あ、早稲田あ、ありますね。多分アンケートも答えてくださったと思うんですよね、うん、田さんが。あ、はい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 、結構面白くないですか、こう見てるだけでも。これなんか全然知らんて失礼になっちゃったやつですけど。あ、武田塾チャンネル出てきた。武田塾さんはちょっとアンケート答えてくんないんだ。そう、いただき、高田先生とかにちょっと依頼して担当者の方紹介していただいたんですけど、はい、まあ、ちょっと納期までにあれがなくて反応。ああ、なるほど、泣く泣く、はい、似合わなかったのか。まあ、ぜひ次回の改訂の時には、はい、いただきたい。やってんだ。ああ、あ、はい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 、はい、そうですね、いろいろこの辺も載せてる。ああ、知ってますよ、僕はやっぱ英語系は知ってるんで、ね、かなりマニアックなとこまで知ってます、はい、あららららら、ほほほ、まあ一応ね、なるほどね、はい、入れたという感じですかね。ああ、ちょっとね、なんかいろんなね、ちょっとコメントに困る人たちも出てきましたね。なんでそれ、森田先生個人的にってことじゃないですか。あ、デンガンさん出てきた、日常デンガン出てきた。そうですね、デンガンさんの一応なんか受験の話されてるじゃないですか、はい、だから一応入れさせていただいたんですけど、まあさすがにアンケートは難しかった。なるほど、ね、この方結構ですね、そうなんだ、あの登録者いるんですよ。ほんとだ、で話も結構面白いですよ。いや、そういう新しいチャンネル、めっちゃおもろい名前。はいはい、え、知らないですか。めっちゃ面白いですよ、見た方がいいですよ。ああ、あ、飯泉先生出てる。ああ、ゆきお先生、ゆきお先生、はい、しっかりね、はい、アンケートも答えてくださって嬉しいです。なんでこの写真、たくみさんの時も思ったけど。なんでこの写真、はい、ちょっと編集部が選んだ写真、はい、え、僕鳥に乗ってんすか。鳥です、だから巻末インタビューですから。すげえ、しかもただ呼びのところで撮ってるやつだこれ。そうっすね、ほんとだ、ほんとだ。という感じで、あ、これはね、面白いっすね。すね、いやー、なるほどね。 YouTube をこれからやっていく人が見ても面白いし、視聴者の方目線で見ても面白いし、眺める価値のあるものにはなったと思うんですよね。キャスト再生英単語帳が、あ、最後なんかね、数ページ余ったから宣伝いいよってことで。いや、企業案件50万円ありがとうございます。いや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 、そんな払えるわけないじゃん、もう印税全部持ってかれちゃうわ。確かにオールスター感はありますね。そうですね、だからとにかく今回は、まあ、たくさんやってみて、で皆さんから多分意見もあると思うんですよね、この人もっと載せてほしいとか、うん、それこそね、ユーテラ、そうですね、載せてくれとかってもあると思うんで、やっぱそこは声を受けて改訂を出したいというのは、うん、もう出版社とも話してるんですけど、うん、まあ、とにかくこれが売れんと、うん、詐欺がないということ、そうですね、はい、出版社の方でもですね、結構命運をかけて出していただいたんで、もう書刷りがね、相当もう多いんで、とにかく頑張って。あ、そうか、パスラボもいますよね、ってこと。もちろんもちろん、パスラボの宇佐美さんともインタビュー付きで話をさせていただきましたから。なんかちょっとね、武田塾チャンネルがちょっと、まあね、そうですよね、アンケート答えていただいてれば、多分勉強法チャンネルの筆頭にね、もつけたと思うんですよね。ちょっと今多分塾長これ見て激おこぷんぷん丸だと思って。激おこぷんぷん丸、ぷんぷん丸なんですか。回答しなかったのは。そうですね。まあ、お忙しくてね、大変と思うんですけども、はい。
おすすめポイントみたいなのは。おすすめポイントは、まあ、とにかく網羅されてるんで、その今自分が見てるものと近いものとか自分が使えるものをこれで知ることができる可能性があるっていうのはでかくて、で YouTube って関連動画と検索しかないんで、はいはい、検索の上の方って絶対登録者数多いところしか出ないじゃないですか、うんうん、だからこれを見ていただければ、あ、このチャンネルあるんだ、使えるかもっていうのが発見がある可能性があるっていうのはめちゃくちゃでかくて、でしかも探した上で無料で全部見られますから、うん、 そこが大きいと思います。タレントメーカーみたいな感じで、そう、ある種でもそうだと思うんですよね。あの、いろいろ偉そうに僕らも書いてますけど、結局まず知ってもらうってことが何より大事なんで、そのきっかけになる本になればいいなと思ってます、うん、はい、いや、いいですよ。絶対交わることのない人たちもねいっぱい載っててまあそうなんですよね。共演 NG や仲が悪い人たちがね、こんだけ一堂に載ってるっていうのはなかなかないと思うんで、確かに。だからもう絶対ね、 YouTube 上で一緒に画面に出ることがない方々っていうのが、はい、何人もいらっしゃるんで、それを一挙にね知ることができるっていうのはまあいいのかなとは思います、ね、これの人たちからこうバーッと上がっていけば、なんかね、ダウンタウンとトンネルズみたいなね、共演しないのにってなるかもしれないですけど、本当にいいチャンネルはたくさんまだまだ多分あるんで、うん、僕も実はこの企画をやって初めて知ったチャンネルも意外とあります、うんうんうん、120チャンネルのうち多分40チャンネルか30チャンネルぐらいですかね、はいはい、まあ、多分僕も初見 で自分で見て面白いなって思ったりして取り扱わせていただいた方も結構いらっしゃったりとか、ああ、この人はまあ載せるけどこっちの人怒るだろうなとか、あそう思いながら、まあ、まあ僕らは中立なんで、うん、はい、取らせていただいてみたいな感じですね。なるほど。これはね、もしヒットすればね、はい、もしかしたら英語系とかね、いろんなのが広がっていくかもしれないから、ね、とにかくやりたいのは今回大学受験に絞ったんで、はい、高校受験とか、うんうん、少し学年は下げたいなって思って、うんうん、結構しかも中学生向けのチャンネルにも今いっぱいあるじゃないですか。だから一部載ってるんですよ、実は、うんうんうん、中学生の範囲の復習に高校生が使えそうなチャンネルという体で、アキトントンも結構ね、あ、そうです、そういう体に近いんですけど、はい、ただもうちょっとしっかりそこ扱ってもいいし、そういうためにやっぱりまずこれを成功させるところから頑張りたいと思ってます。これがうまくいくといいですね。あ、たわしさん、たわしさんはねちょっと違うんですね勉強チャンネルになっちゃうんで、勉強してるやつはないです。そうなんですよね。だから例えばビリオジさんとかね、載せたい人もいるんですけど、そこはもうしっかりと企画なので、そう、はい、やらせていただいたという感じですね。あ、最後の後書きのところに分かって TV が、はい、載ってないですねしっかりと載ってないんですけど、まあそうですね、しっかりと載ってない、しっかりと載ってないですね。まあそんな感じです。面白い試みだと思います。まあだいぶね前から知ってたんでね、僕。そうですね、お話をてかもうインタビューお願いしてますから、はい、そうそう、アンケートもお願いしてるんで、逆に言うとアンケートに答えてくださった方からすると、はい、あ、やっと出るのって感じだと思います。あ、そうですね。いや、あの後めちゃくちゃ大変なことがいっぱいあって、僕以上に編集部が苦しんでました、うん、僕もそうですね。ユーテラが始まったりとかだいぶ変わってますからね。武田塾のオーナーになってたりとか、確かに確かに、もうだいぶ変わりましたからね。そういう意味でもやっぱり定期的に更新していきたいなと思ってます、うん、あとはまあ一旦まあ本にしたんですけど、やっぱ電子書籍とかにすればリアルタイムで変えられるんで、うん、そうですね、まあ、そういうのもちょっと出版社と相談をしてます、うん、まあ、そうですね。この中から何人逮捕者が出るかも分かんないですからね。いや、まあそれは予備校業界みたいな感じでそれはちょっとね、森田先生がいた塾が悪いだけでしょはい、まあいいや、という形になりますね、はい、ぜひお買い求めいただければと思いますので、はい、概要欄に貼ってありますので、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.